世話になっております。神です。宇宙です。松です。ケンです。トゥです。奥田です。あれまたかね6人最近増えるんですね。増えましたということで、今夜の動画はね、でトチプロのねお手本、お手本レベル、お手本レベルあのまだ厳しい手打ち撮りをご覧いただきながら、皆さんのね参考になる動画となると思いますので、手打ちドリルご覧いただきながら、耳からねみんなと楽しくサッカー、じゃあサッカーじゃないゴルフトークをしたいなと思っております。まあ本音はゴルフトークじゃなくてサッカートークしたいんだけど、最近の三笘がすごすぎるんで、ああやばいです、ね、いやまあゴルフトークでしたということで、ね、皆さんの参考になるんじゃないかなっていうトークをしたいと思いますので、高評価を押していただいた後に、あ高評価を押していただいた人だけが最後までご視聴ください。ゴルフトークのテーマですよ今回。はい、はい、いいですか、発表して。お願いします。はい、好きなパー3の距離、嫌いなパー3の距離ってものをね、みんなあるんちゃうかなそれぞれと思って、ということで発表しようかなっていう。皆さんもね自分の中で、あ俺改めて考えてみたらこの距離嫌かも、この距離好きかもとかっていうのは絶対出てくると思うんで、自分の、ね、中ではっきりさせとくためにも、はい、ちょっとねいいきっかけになるんじゃないかなというトークとしたいなと思いますけど、誰から発表しますか。誰も言わない、ね、プロから行っていこうがいいですかね。プロから行きましょうか、はい、どっちから行く。僕行きます。はい、ふーちゃんから。え、好きな距離は、好きなパー3と嫌いなパー3の距離。あ、好きな距離は200ヤードぐらいですか。好きな距離は200ヤード、まあ、おかしいんちゃう。210とかちょっと超えてるぐらい。あ、そう。絶句号はすごいんで。ちなみに嫌いな距離は140です。あの間がないですよ、そのピッチングも飛びすぎるし、52度も52度も飛ぶな、それを言うて。ちょっとなんか微妙な距離なんで、そういう150以内とかやったらちょっと厳しいですね。なるほど、あ了解です、はい、ちょっと後でちょっと僕から聞きたいことがあるんで、ちょっとほっといて、はい、じゃあそのまま投手プロ行きましょうか。普通に言っていいですか。普通に、何を言うか、逆に何を言うんですか。好きな距離が、僕200ヤード以上が好きなんですよ。以上200ヤード以上超えてきた距離は全部好きです。全然わからん、その価値観何これ。すげえ。確かにめっちゃ好きなんですよね。いや理由があるんですけど、それはその距離だったらみんな失敗っていうか、ちょっとスコア叩くじゃないですか。あー、どういうメンタルしてる、どういうマインドしてる、ほんまに。そこってめっちゃチャンスじゃないですか。すげえな、違うな、すごいな、超ダサいな、すげえな、すげえな、もうあれやわ、はっきり言ったらほんまに大嫌いなマイケル。だって自分がじゃないもん、人がやもん、もうそれ自分のじゃない。まあでもほんまにあのプロの世界で戦うっていうのはそういうことなんですね。こうってみんな崩すなって分かって、そこを攻めてやったら圧倒的差が出る。確かに、はい、じゃあ嫌いなパー3の距離は115です。115、へえ、なんで、なんか悩むんですよね、クラブはどう俺使おうかな、はい、へえ、52ではしっかりいくか、Pで抑えるか、へえ、なるほどね、確かに。じゃあなんか今日トチプロの手打ち通りちょっと変やねんけど、まあええか、ちゃんとそこ修正しちゃう。そこ、ほんまに、なんかちょっとサッカーめっちゃ綺麗なんだけどさ、まあまあパンツがいいからスタイル、また言い出した、自分でかっこいいっすね、パンツがかっこいい、そのパンツかっこいいやろ、めっちゃなんか言うとけ、ちゃんと足長く見えます、足長く見えるやろ、このパンツ。いやほんまになんかめっちゃ足だから、ちゃんとこれがイタリアパンツの存在に、めちゃめちゃええパンツ、いつも短い、ちゃんと言えよ。アンドイフと平算してるより絶対的に強いんですよ。ちゃんと乗るようになった。あとはもう相当良くなったんですよ。一瞬で結果出ました、ワンラウンド目で結果出ました。やばいです、めっちゃいい、360度ストレッチやから。破けることはないですね。ない、太ってもない、ない。ということで、じゃあ次、はい、どっちからいきますか。僕行ってきましょうか。じゃあ、マッサンからお願いします、はい、シングルマッサン。僕好きなのは、はい、何気に160ヤードかもしれないです。なぜか、160を
外したことないんですよ。すごいですね。それいやなぜか。で160って見たらよし来たって思うんですよ。これがなぜ なんかしらけど安心感。だからそういうマインドになってるんですよ。なるほどなるほど。それ大事ですからね。あめっちゃいいです、ね。はい。じゃあ嫌いな嫌いなのは110ですね。110。110と似てますね。はい。あのもう全くトシさんがおっしゃったのと悩むところが、ね。はい。どっちしようみたいな。手が悩みます、ね。で緩みた緩んじゃった時もあれば。みたいなとかなそういう体験もいっぱいしてみたいなで嫌いと、はい、じゃあ次はケンさんいきましょうか。はい、好きな距離は130ヤードです。130ヤード、はい、ドリルで打てるので。なるほどなるほど、分かりやすい。かっこいいですね。楽勝で、はい、なるほど。で嫌いな距離は180です。なるほど。きつい。確かにどっちで行ってんか分かんない。なるほどなるほど。フルショットしようか。フルショットなんかドリルなんか何番でも。なるほど。何番でそうですね。確かに、まあ、それは悩みますね。確かに。じゃあ僕です。行きますか、福田さん。はい、好きな、めっちゃ聞いてみたい。確かにそうですね。俺、はあ、好きな難しいような。嫌いな距離から言うと、あ、嫌いな距離、はい、嫌いな距離は220以上かな。もう手の出しようがない感じですか。220以上ってもうほんま正直自分の距離が分かってないから、ね、確かに。もう確かに半分当てずっぽうです。220以上なんて分からへんの。確かに。自分でだって練習しに行く距離やねん。確かに。マジで分からへん。だから200とか210やったら、例えば、まあ、200やったら5番でいいかとか、210とかでも、まあ、打ち上げやったら別やけど、フラットとかちょっと若干打ち下ろすとかやったら別にまあ5番で普通に行くやろなって思うけど、なんか220とかだったらどうやって打ったらええんじゃん。確かに。確かに。220諦めるな、そこはもう。僕も諦めます。ですよね。はい、ということで、好きな距離。好きな距離、好き、好きなパースリーの距離、だ考えたことないっす。おー、別に、あとは別にないっす。はーはー、なんか、そうですね、さっき、まあ、ちょこっと言ったのは、二人がよく言う、なんか、まあ、ふーちゃんちょっと別途に見ておいて、110とか115ってもう、絶対乗るやん。おー、なるほど。はい、なんか別に50人でちょんって打ったらいいんじゃん。はいはいはい。ちょっとなるほどね。ぐらいの感覚。はいはい。本当に考えすぎないという感じ。ああ、もう全然考えないですね。普通に。ちょっと番手間の距離で悩む人って多いじゃない。まあなんかそういうの言いますね。はいはい。あんま悩むことがないっす、ね。なんか僕はあんまないタイプで。なるほど。はい。適当なんで。ラウンドみたいな。いや、だから飛ばへん距離は悩みますよ。あ、はいはい、飛ばへん距離とか、はい、例えばこうなんていうのパー3で240とか、確かに、あ、どうしたらいい、膝立ち打ちでどっかなとか思う。ちょうどぐらいかな。そうかそうかそうか、なるほどなるほど。ね、その話、この話、僕が一番突っ込みたかったのがフージョンプロ。おお、なんかちょっと違う。フージョンプロ、はい、得意な距離ですよ。はい、210とか。210とか210。はいはいはい。ちょっと何番で打つんじゃん。確かに。9番ぐらいですね。やろうな。やろうな。俺絶対言うと思ってて、それ。だから得意なって言ってるんやなと思って。だって僕実際事実、あの、フージョンプロがさ、はい、あの、プロのツアーの試合で。おお、はい、はい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 。あの試合で僕、見に行ってたじゃないですか。はい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 。で、その時はトシプロ、あの寝てた人って来れなかったんですけど、だから僕、あのクラちゃんの、はい、あの4度のクラちゃんのタグヤさんと僕一緒に行ったり、2人で行ったんですけど、この男ですよ、フージュンプロ、はい、あの同じ組で回ってたのが、はい、まあ、もう一人アマチュアの方と、はいはい、あ、フージュンあ大学生やったっけ。そうですね、大学生やったっけな。フージュンもアマチュアやって、はいはい、でもう一人アマチュアの方と、はい、大人の方ですよ、はい、大人の方と、あと、あのツアープロの、久保谷健一プロと井上誠プロ、はい、どっちとも、ね、ツアー優勝で、はいはいはい、フージュンプロ196ヤード、198かあれ、198ヤードのパー3です、はい、僕キャディバッグちょっと覗きに行ったんですよ、はい、キャディのコートも喋れて、はい、フーちゃん何番抜いていったんって言ったら、あ、フー9です。えぐっ。しかも若干ちょっと打ち上げてる、ちょっと打ち上げなんですよ。で、久保谷プロが、6番アイアン、おで、井上誠プロって飛ぶじゃないですか、はいはい、飛ますね、7番アイアン、おお、久保谷プロ9番アイアンで、で、
アホみたいな高弾道打ってもらったハイドロー、はいはい、で打ち終わった後にプロ2人がフジプロに何番で打った今高さが異常な、はいはいはい、で9ですって言った瞬間に井上誠プロがでっかい振りキュッ嘘やろみたい な, たいな覚えてますねあれはもうはっきりとその声が聞こえるんですよだから会話が僕らにすげえなだから僕さっき200って言った瞬間に絶対9やからやなと思ってたそういうことなんだよう練習するじゃないですか9番いやじゃあそうですかというとそんな飛ばないっすね安心感あるじゃないですかなるほどそれはそれは WGS の全員が9番が一番安心感が比べると思うでも飛ばんからそんな飛ばんから確かに思うっすか決めに行ったら飛ぶかそうはいみんな飛ぶとそうかみんなまずその前に肩甲骨潰れる間違いないですということで、ね、今夜のトークはね、好きなパー3そしての距離と嫌いなパー3の距離なんてものをねお話しさせていただきましたさっき松さんが言ってたようにねなんか絶対的に自信のある、はい、乗るって思える距離とかっていうのはね本当に成功率が上がると思う、ね、あの本当に心の持ちようでゴルフって絶対変わる部分もあると思うんで、うん不安を抱いた瞬間に自分で不安の種をまいたことなんでその未来には絶対不安な要は悪い結果しか生まれないんでねその結果が生まれないためにも僕みたいに何も考えへんとかっていうのもね一つの手だったりしますよねと、はい、いうことで今夜の動画はね、こんなトークとなりましたけどどうだったどうだった面白いですね、はい、確かにおもろいわほんま自分が俺頭おかしいと思うしか思えないけど何の参加もう僕は、はい、僕はということで今、WGS ではチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております、皆様お力添えのほどよろしくお願いいたしますあと、高評価ボタンとコメントでフージュンプロやっぱおかしい、まあ、皆さんの、ね、好きな距離とか嫌いな距離なんかも書き込んでいただいたらね僕の頭の中にインプットさせたい部分でもあると思うんでちょっと書き込んでいただけたら嬉しいなとか思ったりもします、今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました感謝しますそれでは失礼いたしますすごくないですか速攻で分かったすごいですねよかったそんなことも振りに行ったら多分210もいくやろなっていうだから210あそうなんだだから抑えに行って200やと思う、はい、狙いに行ってちゃんともうほんま150以内はマジで苦手ですよ、それはそれでアホやけどそれはそれでどうやねんと思うそうですねそれやったらダメですよよろしくお願いしますこの設定正解だったんだなって思ってもって、はい目指してそのゴルフするじゃないですか、はい、だからスコアこうならないんですよあーは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 ーパック30で全然出なかったおおちゃんと乗るようになるパターンはもう相当良くなったんですよ一瞬で結果出ましたワンラウンド目で結果出ました